We are here. WA Radio. WA Radio. 成沢義弘、アンドレア・ポンピリオ。まあ2003年に、うん、の11月に、今のお店、うん、オープンすることになるんだけど、あの場所もだけどあれはね、あれはまあだから、ね、そうだから1年ぐらい前から、だから2002年の、うん、まあ正直その毎週、うん、あの四ツ谷まで来てたんで、うん、車で、うん、でこの246、うん、青山通りを通るわけなんで、うんうん、で、うん、その当時、うん、まあ2002年の頃、うん、通るたびに今のあの場所は、うん、更地だったところから何か物が立つっていう状態だったんだけど、うん、すごく引きつけられて、うん、不思議なんだけど何もない時から、あ、今のあれちょっと奥まってるじゃない。まあそうね、ただただもうあの敷地自体は246と接してるから、あれは一つの敷地だから全て、今はあれは楽天なんだけど、あ、楽天だったんだ、今は楽天、あら、うん、当初一番最初はそう、あったあった、あった、一番最初はねソニーだったの、ソニーコンピューターだったの、あの大きな建物がね、はい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 、ビルが、うん、でその敷地内に平屋建ての、うん、店舗がまだなかったけどね最初は、うんうんうん、徐々に何度も通っていくうちに物ができてくるのを見ながら、うん、ここがいいって強く、ずっと単純アンテナを立てて探してはいたのね。いや探し始めてた、ね、うん、だけど通るたんびにでもね、うん、そんなあの小田原の漁港の目の前の一等地だよ、ね、うん、本当に何畳あるか分かんないような店から、うん、東京でお店出すのに、ね、青山のイチョウ並木のすぐ近くの、うん、ね、全く無理だとは思うんだけど自分の中ではここだって決めて、はい、もうもちろんつても何もないよ、何もない中でここだって完全に決めちゃってて、うん、ここしかないぐらいになってきて、でいよいよまあなんとかそこにたどり着きたいっていう思いもありながら、うん、そういうその話を始めたんだけど、うん、じゃあ、まあ、不動産、まあね、うん、そう、そうしたら何が問題というか何があったかというと、その目の前でやってたソニーコンピューターが一棟丸々でしょ、うん、その敷地内の、うんうん、要はそのソニーコンピューターの、うん、まあこれは実名言っていいのかどうか、当時の社長が OK って言わなきゃ無理だよっていう話になって、はい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 、要は納得できる店に入ってほしい、そらそら同じ敷地だし、ね、一応だお店用には設計されてたんだ、そうもうねだいぶそまだまだだけど、うん、の段階から、まあ、それがプランに入ってたのねみたい。でまあこれはと思って、うん、何度も森田さんの時代、いや違う、あ名前言っていいんだ、もちろん、うん、あ、くたらぎ社長、あ、なるほど、その時代 に、うん、に社長にプレゼンに行くわけよ、おその人から借りるわけじゃないんだよ、そこまでだけど到達したのね、そうそうそう、一応プレゼンしていいと、でも別にソニーのが、まあ、こういう言い方しちゃなんだけど、うん、同じ敷地内にあるっていうだけで、まあそうだね、うん、シンプルにそこは、うん、ね、自分個人で借りて、うん、はいはい、自分で経営するお店なんだけど、うん、やっぱりなんかね、うん、そういう話でプレゼンに行くわけですよ、で、まあ、小田原でこうやっておりますみたいな、全然説得力ない誰って、そういう感じなの、まだそれはそうでしょう、だって誰も知らないじゃん、あ、大変でしたよまあ本当にね、何度もプレゼントはどういう、いや実際食べてもらうの、まあ、しょうがないというか、うん、しょうがないというか、まあやりようがないんで持ってったの、いやいや小田原時代に、メディアに出た、うん、そのファイル、うん、ね、エロスの食卓、まあまあそれも含めそれも含め本当にプレイボーイだから、ね、うん、まあそういうのを全部ファイルにして
あ、そういうプレゼン、もうペーパープレゼンなんだ。そう、まあこういう、だってこういうことやってます、うん、まあ、そうそう、一応雑誌にもちょっと紹介されてます、うん、で、ね、そうなの本当に。まあそれでね、ほんなんて言うんだろう、すごくまあ願いが叶ったというか、願いだけからスタートしてね、うん、本当に目の前、まあ、熱く語ったんだろうね、道をこう通りながら、ここだってこう、俺はここでやるって思いながら、うん、ま、毎週すごいな、うん、呪い倒したみたいな感じだ、ね、だけど社長には食べてはもらって、いや、その後オープンしてから、あ、決まった、どうぞって、結局まあその熱意に、いやいや、まあご招待でもなく本当に予約してくれて来るようになって、うん、でその当時あのイギリス の、 あのソニーは会長、ソニー の、 あのと、な、何さんだっけな、うん、外国の人が、はい、あ、上にいたんだけど、うん、その彼も食事に来てくれたり、うん、はあ、いや、すごく今でもお付き合い、くたらぎ社長とはいいお付き合いをさせてもらってて、あ、まあ、お客様としてね、続いてるんだね。そう、なんだろう、まあ、まさかね、そのだけど、うん、生々しい話だけど、うんうん、やっぱ青山の一等地じゃない、うんうん、まず、はい、で当然資金が必要なスペースでもあるけど、そういうとこもじゃあちょっと多めに見てもらえないですかっていう話をしながら、いやいや一切そういうことはしてない、ない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 、それはだってソニーとは関係ないから全く。なるほどね。ただ敷地内にそのビルがあっただけで、ましてやそれ数年後に変わっていったしね、うん、そのビルのも、そうだね、あの、まあ、いわゆるオーナーシップっていうか、うん、すごい勝負に出たね。だけど、うん、まあでもね、あのおかげさまでというか、今ではちょっと後悔ではあるんだけど、うん、結局まあ小田原の頃にすごく注目されしてもらってたんで、東京のオープンと同時にすごく来てくれて、お客様が、うんうんうん、とてつもなく来てくれて、うん、でやっぱりそのなんだろう、制御することができなくて、うん、入れば入るだけお客様をお迎えしちゃったと。で、ね、今まで10席程度を自分一人でやって、はいはい、スタッフ 3,4、うん、人でやってたところ、うん、その、席数は約3倍になり、うん、スタッフも3倍になった中で、うん、まあちゃんとできるわけない、うん、残念ながらやっぱ回せない。そうで、やっぱりね、本当にご迷惑かけたなと思いますよ、その当時来てくれたお客様、うん、でやっぱりその東京だと来やすいからなおさら ね、うん、あね、小田原までは行けなかったけどっていう方がすごく来てくれたんだけど、はいはい、うん、まあ本当正直に申し訳ない、それなら結局もう厨房が追いつかない状態になっちゃうぐらい、まあ、全部が追いつかない、ね、キャパシティオーバー、まあそうだね、それとやっぱり自分たちの能力まだ、まあ、そこまでね準備できてないっていうことなんだ。そうね、うん、だからまあオープンしてすぐ一旦クローズして、あら、まあ、1週間ぐらいもう一回ちょっと整理しようと、うん、っていうことはしたんだけど、まあそれでもね難しいね、やっぱり、どうしても自分で、オーナーシェフとしてやると、うんうん、ね、やっぱりお客様って入れなければ回っていかないっていうのもあったし、うん、そりゃそうだよね、ただやっぱりそれと自分たちの能力、うん、まあ、自分たちというよりは自分の能力っていうもののバランスが取れてなかった、まあ申し訳ないなと思ってるね。だけど別だけど、それがクレームになったとかそうなんだ。いや、もうクレームだらけ、もうそれはもうすごいよ、すごいすごい。ただやっぱりそう、ただね、やっぱりそれでも支えてくれるお客様がいっぱいいて、でもっとすごいのは、小田原で8年やってました、うん、で2003年に東京に出ました、うん、今はね2021年、うん、まあ、東京でも18年、うん、それから小田原で8年、うん、トータル26年やってるんだけど、うん、26年間のお客様もいるわけ。そうだろうね、小田原のオープン当時からずっとからそのすごいバタバタも見ながら、はい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 、で小田原の頃、うん、ね、うん、
のんびりとやってた中で、うん、マンツーマンで作るような感じでやってたのを見ながら、うん、今度、ね、東京にオープンっていうのを喜んでくれて、うん、で行ってみたらもう大変なことになってると、うん、で当然満足いく、ね、あのものじゃなかったんだろうけど、うん、まあ、それから何年かオープンしてからね、東京オープンしてから何年か経って、まあ、今も来てくださってるんだけど、あの時はひどかったよねってみんなやっぱ覚えてんだ。いや言ってくれても見捨てないで、ね、温かいね。シェフはいろいろこうね、まあ、正直そうでしょ、料理だっていろいろ変わってきてるわけで、でもそれが好きなんだって言ってくれるんだよね。やっぱりその一箇所にとどまっていない、うんうん、やっぱりこう、変化していくことを、うん、変化進化、うん、そう、変化を恐れない、うん、変化することを良くないというんではなくて、うん、変化しながら、まあ、うん、前に進んでいくのが好きで、うん、って言って、もう本当に今でも普通に来てくださって、ね、実は今日の夜もそういうお客様一人入ってる。でそうするともう20年以上経ってるでしょ、うん、みんなおじいちゃんおばあちゃんになってくるしね。まあね、で年取るわな、うん、そうで当時、まあ、40代の人だっても60代だし、あで、まあ、30代でも実は通ってくれてた小田原から、うん、人もいて、うん、まあ、そういう彼らでさえも50代でしょ、うん、まあ本当にね、それがすごく多いんですよ、はいはいはい、その、うん、そういう人が、うん、だから結局まあそういう人に支えられてるなっていうのを、まあそのオープンの時、うん、は必死すぎて、うん、その時点では気づかなかったんだけど、うん、まあそれからオープンして3年4年、うん、5年経った時に、うん、ちょっと落ち着いてきた頃に、うん、ポツリポツリと、うん、そういうことを教えてくれて、うーん素敵だな。